こんにちは、島津です。今日はですね、コピーライティングについてやっていきたいと思います。コピーライティングっていうと、ネットビジネスに限らず、いろんなビジネスで必要になる知識だと思います。まずですね、これをしっかり理解することで、売上が何倍にもなったりとか、本当に同じ商品を売っていても、もう10倍、20倍の利益になるってことはザラなんですよ。なんで、それをお伝えしようと思います。ですね、コピーライティングっていうのは基本的には3つの要素があるんですね。まずですね、これもみんな知ってると思うんですけど、ノットリードの壁を超える、読まない壁。それからノットビリーブ。信じないという壁ですね。それからノットアクト。行動しないという壁を順番に、1、2、3と超えていけばいいというふうに言われてますし、これは正解ですよね。ノットアンダースタンドとか、まあいろいろ、ノットスクロールとかね、いろいろと細かく言うと、5つ、6つとかなってくるんですけど、まあ基本はこの3つですね。こういう順番で超えていくと。で、今日は、とりあえずノットリード、読まないという壁をどのようにして超えるかという話をしていきたいと思います。ノットリードの壁を超えるというのが結構難しいんですよ。例えば、じゃああなたが、ブログ書いてますとか、メルマガ書いてますって言っても、読まれなかったら意味ないですよね。初めの1行読まれなかったら意味ないし、2行目を読まれなかったら意味がない。まあ、大体1行目は読んでくれるんで、1行目はだいぶ大事なんですけど、ノットリードの壁を超える方法として、まず大事なことは3つです。まず1つは、読む理由を与えるですね。読む理由を与える。それから2つ目、ベネフィットの提示。後でしっかり、説明しますからね。ベネフィットの提示。それから、あとは理想の世界をしっかりと共有することですね。理想の世界。読む理由、ベネフィット、それから理想の世界です。一つ一つやっていきますね。まず読む理由っていうのは何かっていうと、この動画の初めで、僕は今日コピーライティングの話をしますって言ったんですね。コピーライティングをします。だから、あなたが書く記事だったり文章だったりが何について書いてあるのかっていうことを書くんですね。何の話か。まずこれ。キャッチコピーですよね。何の話か。新聞だってそうですよね。初めに大きい見出しがあるじゃないですか。安保成立とか。で、そういったら安保成立の話だからっていうことが分かりますよね。それをまず書きます。で、ベネフィットっていうのは、それを読むことによってどんないいことがあるか。僕はこの動画の初めに、今日はコピーライティングの話をします。この動、えー、コピーライティングをしっかり理解することで、売り上げが何倍にも何十倍にもなることはザラですよという話をしました。これがベネフィット、利益ですよね。まあ、そのまんまですけど、利益です。それから3つ目、理想の世界。これ何かっていうと、要するに、あなたが、例えば文章を書いて、文章を読んだ人を連れてきたい世界っていうのをしっかりと、伝えることですね。よろしいでしょうか。例えばサラリーマンの副業だったら、サラリーマンの副業で、もうちょっと豊かな生活を手にしてほしいとか、何ですか、理想の世界っていうと、例えば僕だったら、この動画読んでコピーライティングの基礎を身につけてもらって、しっかり文章を書けるようになってもらうことによって、自力で稼ぐ力をつけてほしいんですよ。で、自力で稼ぐ力をつけることによって、もう人生を自分のものにしてほしいんですね。自分の人生を自分のものにしてほしいっていうのは、会社の社長とかね、そういう人に握られてるわけじゃないですか、サラリーマンっていうのは。お給料を決めるのも社長ですよね。で、辞めますって言えたらいいですけど、言えない人もいっぱいいるわけですよ。お金困っちゃうから。じゃなくて、自分で自力で力、自分で息で稼ぐ力をつけることによって、自分で稼げるんで、まあ、自由に使えますよね。自分の時間も自由に使えるし、自分の収入も自分で、決めることができると。そういう世界に連れて行きたいと僕は思ってて、本当に思ってるんですよ、これは。だから、こういうのおしゃべりしてるんですけど、
で、あなたが文章を書くなり、そういう時は、しっかりその文章だったら文章を読んだ人をどこに連れて行きたいっていうのをしっかりと伝えてください。毎回。どこに連れて行くか。Where to go ですよね。これしっかり伝えることが大事です。よろしいですか。まず、ノットリードの壁を越えるっていうことについて今日はお話ししました。大丈夫でしょうか。これ一つだけ注意しておきますけど、文章を書くときに限らず、今僕は動画で喋ってるわけですけど、動画で喋る場合も全く同じですからね。どんな時でもそうです。人に何かを伝える時っていうのは、この順番でやっていけば大丈夫ですよって話です。まず、ノットのリードの壁を越える方法は、読む理由ね、何の話かっていうのをしっかりお伝えすること。で、ベネフィットを提示すること。この話を聞いたらこんないいことありますよっていう。あと、理想の世界を提示することですね。で、ベネフィットを得ることによって、あなたはどんな世界に行けるのかっていうのをしっかりと伝えるようにしてください。はい、よろしいでしょうか。短い動画ですが、この辺で終わりたいと思います。また、Not Believe の壁を越えるっていう方法もしっかり取っていきますんで、ぜひ、参考にされてみてください。それから、サラリーマンとか学生さんとか、まあ、要するに副業の初心者の方が、初めの10万円稼ぎ、不労所得で10万円を毎月稼ぎ続ける方法というのも、メルマガの方でお伝えしてますので、ぜひよかったら、登録してみてください。もちろん無料でできます。では、失礼します。